こんにちは、ワンナップゴルフの平井博明です。今回はですね、フェアウェイキープ率知りたいですよね。フェアウェイキープ率について解説していきたいと思います。皆さんですね、フェアウェイをキープしたいからって言って、どうしてもまっすぐ打たなきゃいけないとかですね、曲がらないように打とうとしてませんかね。それ逆ですね。フェアウェイキープ率を上げるためには曲げて打ちましょう。以上です。なんつってですね、フェアウェイを広く使えれば、もちろんフェアウェイキープ率上がりますよね。そのやり方について今日解説していきます。平井博明のワンナップゴルフ。どういうふうに広く使うかというと、例えば細く長いフェアウェイでも横から打ったら横に広くなりますよね。そういうことなんです。なので横から打つことはできないんで、極力横に使えるところから打てればフェアウェイを広く使えるんです。なのでそれをコースの状況、ティーグラウンドの位置なんかによっても変わりますが、その辺うまく使っていけたらいいと思います。直線的に打つことの方がすごくフェアウェイの幅を狭く使ってしまうので、フェアウェイ、特にフェアウェイに置きたいとかですね、曲げたくないから曲げる、意味わかんないですよね。そういう使い方をぜひしていただきたいんです。例えばですね、よくコースなんかで耳にするのがですね、左池だったらじゃあ左向いて打てよとかって言うと思うんですが、本当そんな感じです。嫌な方を向いてセーフティーゾーンの方に大きく曲げてあげられることができれば、ペナルティを避けられることになりますので、どっちかに曲がる球が打てればいいんです。絶対左に曲げる、右に曲げる、それが10球なり10球同じ方向に曲げる球が打てれば、相当な OB だったりハザードを回避できる球を打てるようになりますので、そういう練習を常にやっていただきたいなと思います。コーナーを超えるか超えないかっていう話なんですが、ちょっとホワイトボードを使って説明していきたいと思います。ドッグレッグしてて、コーナーはここですよね。ここがコーナーなんですけども、で自分の飛距離が200ヤードだとします。私200ヤード、200ヤード飛ぶ人がこっからコーナーを超えない距離でこう200ヤードラインまで、ここしか飛ばないとしたら、もしかしたら右に行ってしまったらコーナーを越えないんで、ここに木があったら次狙えないですよね。なのでコーナーを越えるか越えないかで球筋を変えなければいけないんです。コーナーを越えないのであれば、コーナーから遠ざかるこっちへ曲がる球、もしくは最初からコーナーの右、コーナー右に曲がってるんだとしたら逆ですね、左側にもそもそも打っていく、こっちサイドでないとコーナーを越えない方はメリットがないんです。コーナーを越える方は、例えば250ヤードだとしたらこの辺行くと思います。なのでコーナー越えますんで、左行けば行くほど狭くなる、もしくはターゲットから遠ざかりますので、コーナーを、ここのコーナーを越える方でしたらコーナーギリギリ打っていく、もしくはコースに沿ってこういうスライスというかフェードボールを打っていくとメリットがすごく増えます。なのでこの境目ですよね、ここのコーナーを越えるか越えないかで球筋が全然変わってくるので、そこはフェアウェイキープ率にも相当つながりますので、注意していただきたいポイントですね。一つ例に挙げてみますと、ここに高い木が2本あるとして、このラインが230ヤードだとします。自分の飛距離が250ヤードだとしたら、多分ナイスショットのラインがこれぐらいのラインになると思うんです。ってことは狙うところはどこって言ったら、ここのフェアウェイギリギリですよね。ギリギリのラインに、まあストレートボールが打てれば一番この辺に行くので、まあメリットがあると思うんですけども、ミスショットも含めて持ち球がどちらかにもよります。フッカーでしたら左に行く確率が高いので、このコーナーギリギリから多少左に曲がるような球を打ってもらった方がいいですね。右に行ってしまうと、もちろんこの木があって打てなくなる可能性がありますので、それを避けたい。これも全部超えてしまう280ヤードとか飛ぶ方だったら全然こうバコンと右上狙ってていいと思うんですけども、250ヤードっていうとコーナーを超える度合いが20ヤードしかないので、それだとミスした時にガクッと20ヤード落ちた時にもう必ずこのコーナーもしくは木にかかりますので、そのハザードから遠ざかる球を打っていただきたい。これがもう
ポイントですね。でそもそもコーナー230で210ヤードしか行かないよっていうんであれば、もう絶対セーフティーライン、セーフティーポジションはここになります。左側コーナーのここには絶対210ヤード打ってはいけないです。次狙えないので、必ずコーナーの逆サイドの広い方を狙ってティーショットを打っていただく。で例えばこれが左ドッグのホールだったら全く逆のことをやっていただくという形になります。これポイントですね。なのでこの自分の飛距離がどれぐらい飛ぶのか、あとはコーナーが何ヤード先にあるのかを知っているだけでトラブルショットを回避できるというポイントになりますので、ぜひやってみてください。例えばフェアウェイの真後ろに、もう本当真ん中にティーグラウンドがあった場合に、こうヘアウェイとティーグラウンドをこうすごく直線的にまっすぐしか使えないイメージがあると思うんですが、そういう場合はティーグラウンドのティーを刺す位置をずらしてあげられるだけで景色が相当変わります。ティーグラウンドに立った時のフックボールで逃げたいなという場合は、こう向かってティーグラウンドの左側にティーを刺していただいて、スライス打つ場合でしたらティーグラウンドのこう右側に立ってティーを刺していただくと、多少ですけども見た目が全然違いますので、ティーグラウンドに立った時のなんで、その球を曲げて打った方がフェアウェイをキープ率が上がるっていうことを含めて、自分がどっちかに寄って打っていただいた方がよりフェアウェイを広く使えると思います。あと本当持ち球ですよね。自分がどっちの球を打つかっていうのが決まってれば、それはそれで心強いですけども、打ってみないとどっち出るか分かんないっていう方は、練習場なんかでも本当にどっちかの球を打つ練習をした方がいいです。で確率なので、スライスだったらスライスの方が打ちやすい、フックだったらフックの方が打ちやすいっていう、どっちの方が自分で打って多い球数が出るかっていう方を選んで打っていただいた方がいいです。でもしそれでOB 出ちゃったりミスショットが出ちゃったっていうと、やっぱそれなりに練習が不足してる可能性がありますので、もうちょっと練習量を増やしていただいたり、あとはもうちょっと自分が球をコントロールできる優しいクラブを使ってみることもおすすめします。球を操作できない難しいクラブを使ってる可能性もありますので、その辺は自分のスイングも含めいろいろ診断してみたり、レッスンへ行ってみるといろいろなことが分かってくると思います。ではちょっと今回短いですが、フェアウェイキープ率を上げる球を曲げて打ちましょうという解説です。最後までご視聴ありがとうございました。